はい、りみちゃん、映画を見に来ました。はい、何見るんですか。じゃじゃん、竜とそばかすの姫ですね。はい、はい、楽しみですか。パパさんと二人でりみちゃんは見ます。はい、お、準備満タンでございますね。美味しそう。今半分のないんだ。あ、そうなんだ。そっか、でかいジュースこれ、うん、なんでないの、ね、客が少ないからさ。だでっかよく見たら超でっかい。超でっかいね。トイレ行きたくなるよ。店員さんに大丈夫ですか。確かに心配されてたよね。すごく大きいですけど大丈夫ですかって言われてたけど。すごいでっかいけど。ね、L？ ね、すごい。こんなんでっかいジュースあるんだね。超でっかい。マックの L とかに全然大きい。ないぐらいありそう。じゃあ行ってらっしゃい。ゃいじゃあね、リミ。楽しんで。あなたは違うんですね。私は違うの見るんで45分待機します。はい、じゃあまた来ましょう。はい、はい、本屋に来ました。来ました。実はこの間ね、しほちゃんこの本を買いました。で、今読書感想文書いてます。はい、なんと読書感想文に初挑戦です。もう半分埋まったの。ん、半分埋まったの。あ、もう書いてんでしょ、うん、すごい。どう、この本面白い。面白そうだなと思って買ったんだけどね。面白かった。いい感じ。じゃあ、あと君の存在を一緒。え、この前さ、りんちゃん草屋に行ったらさ、なでしこのしかなかったけどさ、ね、なんかゆるキャンにハマってるんだよね、このアニメっていうの、漫画、うん、漫画本当にね、パパもね、うん、欲しいって言ってて。そうキャンプ流行ってるよね。ソロキャンご飯だってで、しーちゃんがこのなんかキャラクターのりんちゃん、こっちがりんちゃん、り、うん、うん、ちゃんが好きなんだよね。こっちの子はなんだっけ、なでしこです。なでしこちゃん、私、あきちゃんも好きなの。あ、そうなんだ、うん、持ってるように見えない。見えないよ。行こう。映画館再び来ました。で、ところでうちらは何を見るんですか。ちょっと明るいところで披露する。あ、そうだね、映画館暗いから。映画館暗いから。何を見るんですか。私たちはですね、はい、こちらのじゃん、ハニーレモンソーダを実写を見ます。はい、ママはもう付き添いのようなもんでございます。そうですね、ママはどっちでもよかったんだけど、はい、しーちゃんはそのリミが見た竜のそばかすの姫は友達と見に約束しちゃってて、2回見るのもあれなので、ハニーレモンソーダを見たいと思います。しーちゃんこの夏何本映画見る予定。5、6本です。すごいよね。そのうち3本ぐらいはもう友達と約束してるのかな、うん、ちょうど3本か約束してるの、うん、とりあえず、うん、すごいね。まあでももう映画ぐらいしかないもんね、遊べないしね。まあいいや、とりあえず行きましょう。行きましょう。いや楽しみだ ね、 ね。はい、はい、ということでね、チョコレートのチュリトスと、はい、ポテトチップスの海苔塩味のポップコーンと、あとコカ・コーラゼロ、ウーロン茶を買いました、はい、準備万端でございます。残り5分ですよ、皆さん。はい、ちょっと早かったかな。ちょっと早かった。でももう行こっか、そろそろ。あと5分したらじゃあ行きましょう。そうですね、はい、見てきます。バイバイ。これはお友達と見に行くんでしょ。そうね、これえ、あ、これね、これもらえるといいね。これね、だから初日に来るんだよね。そう、初日に行きます。はい、行きましょう。じゃあ2番です。はい。はい、ということで見てきました。めっちゃもう暗くなってきて、でもまだ明るい方かな。どうでしたか。ね、いやもう映画とか実写ってさ、そんな期待しない方がいいっていう私の考えなんだけど、なんか期待以上っていうか、よかった、思ってた以上に、うん、しーちゃんがこう前に乗り出すのが3回ぐらいあったよね。しーちゃんが前に乗り出すときは何真剣っていうかさ、え、マジで
なんか見入ってんだなみたいな。本当前に乗り出してた。前に3回、3、4回乗り出してる時あったよね。まあでも楽しかったならよかったね。面白かったです。はい、思ってた以上に。リミさん、キュンキュンしました。え、キュンキュンしました？しました。ですね。リミさんはどうでしたか？面白かった？ちょっと難しかったかな、リミには。そんなことない？どうだった？どうだった？難しかった？歌は良かった。まあ歌とさ、映像はいいって評判だったじゃん、もともと。もう映画見る前から。泣いた。今日はちゃんと？いつも寝てる。いつも寝てるのに。今日はまあじゃあ評判通りでしたか。感動する人とねやっぱ分かれるかもしれないけどね。リミどうだったの、一言ください。お姉さん、よかったよ。よかったんだ。そうですか、よかったね。じゃあ最後のエンディングが面白かったよね。あ、エンディングがね結構面白かったよね。あ、なんか本編じゃないのにエンディングがあんなに続くとはね。ね、本当エンディングのさ、うん、そうだよね。再現されてた、うん、これはあのハニーレモの話です。あ、そうですね、はい、じゃあ帰りましょう、はい、ちょっとずっと座ってたから運動したくなっちゃったの。リミさん面白かった。